なんで誰も真ん中入ってくれてないの？なんでなん？なんでなん？裏切りやん。それは。それは裏切りやん。さて、それでは今回はですね、プレイステーション2の今現在フリップになっているバスケットゲームですね。めちゃくちゃハマったんですよ。名前わからへんけど。昔ね。3、4年前に出たバージョンの時にものすごくハマって、で、その中のマイチームっていう、まあ、課金要素のところですね。いいカードを集めて対戦していくっていうのが、まあ、向こうこういうの強いんかな。FIFA とか、MLB ザショーとかね、どれもすごい面白いゲームが多いんですけど、今回ってこのゲームで僕が前回ね、3、4年前やった時は、ランクがあって、まあ、ブロンズ帯ですよね。で、シルバー、ゴールド。で、アメジストでもう一個なんか挟んでダイヤだったかちょっと忘れたんですけど、まあ、ランク的にダイヤっていうのが一番上で、とんでもない金額になるんです。ゲーム内の金貨でね。それをね、それで、ダイヤの、各チームのスタープレイヤー、各、ポジションですね。ポイントガードとか。各ポジションのスタープレイヤーで、それも、能力値がこれ、それぞれ特殊能力っていうかね、スキルがつけれるんですけど、スキルグラフ、このあたり、これでバッチかな。バッチっていうのをつけて、強化できるんですけど、それもマックスの状態。まあ、いわば、一番最上級のカードを全て揃えたと。無課金で。どうやったかって言うと、まあ、頑張ったんですよね。まあ、なんか当時穴をうまく取れたのかなとは思うんですけど、今回それができるかどうか試してみたいなと思ってて、何をやったかと言いますと、これ当然このゲームって、まあ、パック開封があるんですね。ゲーム内で貯めた金貨と、あとまあ当然課金と、ほとんどこれちょっと見る限り課金ですね。全部この金色のマークなんで、課金でまあ、取っていくということなんですけども、このパックで、これがひっくり返った。このパックを一度も引いてません、僕は。当時。そういうやり方をしてみました。どうなるかなと思って。とか、一度も引いてないで極端かな。一、二度引いて、これは非効率であると思ってやめたんですよ。で、それがうまくはまったのと、で、まあ当然このゲームはその、ドミネーションっていう一人でやるモードがあるので、これである程度いろんな報酬とかもらえるんですよね。で、もらえた分のお金とか選手カードをオークションで売りました。で、それとプラスオークションの中で、変動してる金額、カードとか、いろんな種類のカードがあるので、それぞれのカードの金額をメモして、朝昼晩入って、で、どのカードが安い、高いとか、どういう時に変化してるっていうのを見て、めちゃくちゃ稼ぎました。だから、うまくこのゲームとマッチしたんですね。で、マルチプレイとかはね、めちゃめちゃいいカード揃えた状態でマルチプレイでボコボコにされるので、なんか最初で最後かな、なんか嫌がらせのメール来ましたよ、これやった時だけ。ありがたいですよ。あなたと考えると、これだけは目立ったってことですからね。ということで、ドミネーションやっていきたいと思います。なんかね、リアルさはもちろん、もう当然リアルなんですけど、なんか操作感、ゲームの爽快感みたいなものが非常に良くて、いろんな動きが複雑にあるからこそ、結果、このゲームの操作ってアナログスティックなんですよ。アナログでどう倒したか、どう動いてどう倒したかみたいな、その時の瞬時の動きによって選手の動作が変わってくると。で、スティックを上に倒したらシュート。上に倒してすぐ下に下ろしたら派手なシュートとかね、結構なんかシンプルな作りがいいかなと。まあ、めちゃめちゃ難しいですけどね。うまいかって言ったら、僕はオークションが好きやっただけで、ゲーム自体うまくないですよ。やっぱね、ほらねっていうのもあるけど、頑張ろう。コントローラーがカチャカチャ言う音がね、激しく乗ってしまうんですけど、ちょっと申し訳ない。防ぐ方法が分かりません。よしよし、スリーポイントでしょ？スリーポイント。そう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 。もうその3点守っていこう。
なんで誰も真ん中入ってくれてないの、なんでなん、なんでなん、裏切りやん、それは、それは裏切りやん。おう、待って待って待って、ちょこちょこちょこ、担当が違うでしょうよ。うわ、すごい、ダサい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 、おお。おう、こういう動きを、ラグビーに取り入れてほしかった。なんか、海外のラグビーゲーム、僕8000円ぐらい払って買ったやつがあったんですけど、斜めに走ったら誰も選手ついてこられへんっていうね、本当に最低のゲームでしたね。あまりにも見たくないから僕多分タンスの裏に掘り投げたと思います。今も多分タンスの裏にあるんちゃうかな。おう、ナイス。手叩いたように見えたけど、いいよ。手裏叩いたったらええねん。もうこれね、言ったかな、編集でどうなってるか分かんないですけど、まあ、毎回言いますけど、ダサい服が、この要素は素晴らしいと思うけども、ダサい、色気を殺す服ですよね。いや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 、担当誰や、そこの担当、ちょっとみんなと同じような感じでへこんでんちゃうぞ。誰や担当。オシムが言ってましたもんね、負けた時はちゃんと誰のせいで負けたか必ず名前言うべきだ。お、服がダサい、考えたやつ誰やこれ。お、ちょっとガンガン、まだまだまだ飛ぶな、まだ飛ぶな、遅いて、まだとは言うたけど、あ、子供、あ、まあこれはでも子供やし、こういう服でいいよね、あんまりええ服着せる必要ない。あ、こいつか、あ、でもちょっと本気でしゃがんでるから大丈夫やろ。よし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 、これ本気でしゃがめは先に、そう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 、そう、ゆっくり深いところから、そうよ、いいよいいよ。おう、そいつ絶対止めて、くるって回ったからよ。かっこいい、アリウープ。おう、ここ頑張ろう、ここ頑張ろう、頑張ろう、いける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 、そう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 、ごちゃごちゃせごちゃごちゃせ、よーし、この人乗りうろさい、この人乗りうろさい、いいね。おう、いや、泥臭くいこう、最後に1点勝ったらもうそこだけ編集や。おう、あいつあいついいな、なんて人やろ、あんだけフリーの状態で果敢にスリーポイントの位置に行ったな、この人。ドーンって名前の人。いいよ、ああいうね、貪欲さがいいよ。おう、ほい。うん。笑ってたんちゃう今、今の人。ちょっと下向いて笑ってたんちゃう、ちょっと恥ずかしいな。あいつプロやのに外したで、みたいな感じで笑ってたんちゃう。一人一人フリフリ、よーし、そう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 、消せ、気配を消せ、全員で気づかれるな。おう、これあれじゃない、時間稼ぎされてない、あと1分半で俺勝てるんかな。プレイオブザゲーム、まだ試合中やね、なんでなぜプレイオブザゲームが決まった今。もう相手が勝つっていう感じ。いけるぞいけるぞ、大丈夫大丈夫、1分半あれば。いや、よくない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 、ここは勝たないと、話が、撮影した部分がパーになる。いや、負けてたじゃないですかってまた電動さんに言われるやん俺、これな、こ切り込めない。オッケー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 。
あと1分、あと1分で同点、最悪や。まずこれ確実に止めなあかんな。止めなあかんけどシュート打ってくれ。あ、うわ、果敢に来ると思わんかった。俺時間稼がれると思った今。無線終わった。ちょっと何とかならんかね。もうそうか、止めに帰らなかったね。わざとファールしてちゃうかったっけ。ちゃうんかな。お、あるぞ。これ入ったら勝っちゃう。次、ちょちょちょ、そういう意味じゃなくて、こっちが入ったら同点になるんか。タイムアウト。そう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 、確実に次入れなか。いやいや、そういう場面貯めて入れて延長。ファールや。え、これ面白いぞ。嫌やな。でも嫌やな、すごい嫌やな。抜群。でこの20秒を耐え抜かなあかんのか。すごい試合になってきた。ヒリヒリしすぎる。服がダサい。止めれるかな。え、止められへんかった。全然止められへんかった。え、で、これあれでしょう。え、タイムにしてくれなあかんじゃないの。全然誰も連れてくれへん。おし、どっち ?2 点か。いや、延長でしょ。まさかの。せや、スリーポイント。おし。よし、スリーか。スリー、よし。結果オーライ、結果オーライ。入れんかった。なんとか。